本当ね、パッと下ろされたら分かんないですよね、どこ来たんだか。この辺は特に名古屋だって言われても、ってどっち行きゃいいのっていう、そんな感じですよ。本当になかなかね、味がありますね、うん、小川が流れてる。ここなかなかでしょう。木材があるけど、まさかあれでお風呂沸かしてる？いや、素敵だね。ここだけ昭和だよ、完全に。素晴らしいな、薪がすごいね。あ、でも風呂焚いてんのかな、ひょっとしたら。で、こちらもね、昭和的な家屋もいっぱいあるよね。行ってみましょう。さあ、中志田道区を抜けまして、今度は下志田へ行こうと思っております。ここもレトロだね、修凸あり、修凸標準装備です。さあ、そこに昭和レトロ看板まだあるかな、残ってるといいけど。ここ歩道ないから怖いんだよね。やばい、跳ねられかね。ちょっと失礼させてもらって。はい、ありました、はい、昭和レトロ看板オンパレード残ってますよ。ちょっとあそこね、剥がれかかっとるけど、これで全部かな、これで全部ですね。丸まん中島接骨院、怖いな、なんか自転車が吊るさげられてる。西部劇に出てきそうだな、なんかえらい古いバイク置いてあるね。もうザ昭和でしょう、素晴らしいね。あ、でもなんかエアコンとかついてないから、もう人おらんね、手前のとこは。奥はまだアンテナついてるけど、人がいない感じですね。もうカーテンついてないしね。コスモスが綺麗です。結構あるよね、件数が。でも全然人がいる感じじゃないね。電線はつながっとるけど、生活の息吹っていうのは全く感じられないね。はい、こちらは、はい、修凸がありますね。味があるね、思いっきり昭和だ。ここは結構頭数があるけど、全部やっぱり組み取りだね。修凸が列をなしてますね。2,4,6,8件あるんか、結構あるね。さあ、そこに昭和レトロ看板の建屋があるはずですが、残ってるかな、なってるせんか、ないか、あるか、ないか、なんかないような気がする。大丈夫かな、こっちだったっけ。あるといいけどな、残ってるか、残っとった、残っとった、あるある、ありました。あー、建屋残っとった、建屋残っとったけど看板残っとるから、ちょっと表回らんとかなんね。くー、激しいね、このあのテント、ピラピラ緑の。何屋さんだったんだろうね、めっちゃ味あるねこれ。おまけにめっちゃ古いし、瓦じゃないし。ちなみに三つ川市の看板、あれ結構見えるよね、あちこちにありますね。あれとかキッコーマンはね、めちゃくちゃ古くないんだろうね、多分結構見ます。それ以外の看板はね、もうなんかえらいね、もうすすけてよく分かりません、何が書いてあるかわからん、そんな状況です。とりあえず残っとってよかった、幸いにしてね、ここだけ残っとる。はい、中志田の蟹原に来ました。かつてこの道路はこんなに広くなかった。だいぶ拡幅をされて、非常に交通量が激しくなっております。向かいにはコストコが見えますね。で、パワーコンベリ、あそこ一応名古屋だよね。ということは名古屋初出店が森山区ということですか。コメリも、コメリですか、コメリって言っちゃうけど、発音聞くと CM 聞くとコメリって言ってるもんね。岡崎と一緒で、地元じゃない人を判別するときには一番いいリトマス試験紙みたいな発音のね。こっち側、あの古墳のある方ですね、こっち側ね。非常になんかね、開けてますね、今は。さあ、信号変わりました。めっちゃ混んでるやん、めっちゃ混んでるよ、もう渋滞、車止まってます。ということは、ここに入る車も渋滞するしてる。右折も入れないから、右折も大渋滞。あの車入れんわ、まっすぐ行っても。あ、多少動いてるね、多少は。皆さんお好きだね、私全然行ったことないや。周りだけあの無駄遣い、買い物好きの私でしたけど、左車線全部コストコ行く車で並んでます。パッと見30台はおるな。
めっちゃ並んどる。でこの右手のところは下信濃になります。ここはこれからね、区画整理が入るらしい。今入ってないんです、まだここは。区画整理はこれから入るとこで、ここね、諏訪神社。結構の神社だね、昭和6年10月に建てられてる。中信濃保育園、その前を通過しながら、まあかつても取材には訪れておりますけど、あれから1年半分、半ぶりぐらいかな。前回来た時から1年半ぐらい来てないような気がするね。取材に参りました。レトロは若干残っております。昭和レトロアパートとかね。まあでも少ないですね。だいぶ減っちゃってる感じです。昔はもっとあったんだろうなと思うけど、どこだったかな、この左の奥ぐらいかな。どっから入るんだっけ、道が分からん、はい、この辺もね、廃墟、空き家が結構ありますね。超レトロ、超レトロ、あったあった、ありました。残ってますよ。がっつり残ってる。めちゃめちゃあるよね、ここ。ここね、吹き抜けてくる風がね、秋の到来を予感させてくれるというか、もう秋だけど。いい塩梅だ。ちなみにですけど、これ木の電柱ですよ。見たことないでしょ、これ木の電柱なんて。今時あるんだね、これ。すごいよ、これ。本当に木の電柱だわ。マジ、はあ、こんなんなんだわ。私もちゃんと見たことないの、木の電柱なんて。っていうか子供の頃だもんで覚えとらんっていう話だよね。木の電柱ですね。すごい。落ちるかもしれません、気をつけてって書いてある。この辺が多分20年後ぐらいにはもう区画整理されて綺麗になるそうですけどね。まだだいぶ時間がかかるようです。北側にはね、森山高校があります。ここのレトロも残ってます。なかなか仕事がちょっとうまくいっていない友人のところに寄って、まあ小1時間話をしてしまいました。難しいですね、いろいろね。万事休すという言葉もありますけど、なかなかどうしたらいいのか解放が見つからない、なかなか一歩が踏み出せない、そういうことは多々ありますよね。